どうもババチです。おねっぴということでギャンブルファスティング、はい、今日から10日後にですねプロスピの大事な撮影がありまして、大事なプロスピの撮影やのにちょっとね太りすぎてるな、キモいなと思ったんでちょっとファスティングをしようと思いました。まあ、簡単に言うと断食ですね。で YouTube を撮ろうと思ったんですけど、まあ普通にやってもねやっぱ面白くないんで、編集者のケンに相談したところこんな LINE が来ました。脂肪1キロ1万円で買い取ります。いや TikTok の広告か、おい。いやあるけどな、おい、 TikTok の広告で、なんとかもうほんとダメなんです、これが最後のキャンペーンになります、脂肪1万円で買い取りますみたいな、あるけどお前 TikTok の広告ちゃうねんて。で脂肪1キロ1万円で買い取ってもらえるんですけども、やっぱ普通にやって面白くないんで、ちょっとねギャンブル性を出したくて、まあ最終的にチンチロをやってケンと勝負したいなと思います。まあそのチンチロのルールとかはねまたねチンチロの時に説明したいなと思いますね。まあ1万円で買い取りますとか言ってますけども、まあねそれはねちょっと賭博とかでなんかギャンブル、まあチンチロしてそれやったら賭博とかでアウトになると思うんで、1万パチでやろうっていうことになって、もう1万阻止やけどねこれ、1万阻止やけども、粗品さんもリスペクトしてるんで事務所の先輩として、パチーという架空のね通貨でねやっていきたいと思います。で一応プランとしては2日間を準備食で6日間断食、もうマジ何も食わへん、2日間回復食っていう形にしようと思っております。で今回ファスティングするにあたってこちらスーパーオオタカを使います。これ酵素ですね、酵素ファスティングです。まあ簡単に言うと、なんとこれ1本で6000円、うん高いね、めちゃくちゃ高いですけど、これでも痩せれたら最高やからね。あれですよ、全然案件とかじゃないんで、僕レベルに案件とか来ないんで、そこは全然大丈夫ですからね。はい、というわけでとりあえずね僕の醜い体、ウエストとかね体重とかをね今から測っていきたいと思います。では行きましょう。さあ体重は何キロなんでしょうか。はい、体重は 72.6kg ですね。スタートは 72.6 でスタートしたいと思います。はい、これが今僕の醜すぎる体っすね。これやばいでほんまに、金かけましたからこのお腹には。いやーマジやばいね。ちょっと測っていきますか、サイズを。まず腹回り85cm、85ね。で胸92やね。これやばいねマジで。まあね、こんな醜い29歳にはみんななったらあかんねほんまに。でもね、マジで痩せるんでほんまに見といてください。皆さん楽しみにしといてください。一応顔はこんな感じ、顔こんな、これね、これほんまやばいからね、マジで。この顔覚えといてね、この顔覚えといて、みんなこの顔を。もうおっぱいある、もう俺めっちゃおっぱいあるやん。さあ準備食1日目のお昼は納豆とろろめかぶぶっかけそばということで、なんかねそばは食べて大丈夫らしいんで、準備食の時一応10割そばにはちゃんとしております。で朝ちょっと今日寝てたんで、夜ご飯にちょっと酵素ドリンクをね飲んで置き換えようと思います。頑張ります。さあ2日目の準備食のお昼ご飯なんですけども、納豆とキャベツのサラダとトマトと納豆とろろめかぶそばとなっております。サラダは塩とオリーブオイルで味付けしております。朝は酵素ドリンク飲みまして、なんとねマイナス1キロになってました。これで一番パチやからね、暑いからね、このまま頑張ります。本日からガチのファスティング開始となります。マジでこの酵素ドリンクしか飲みません、固形物は飲みません。頑張ります。今日は朝からね草焼きやってて、本当は運動あんま NG なんすけどね、痩せたいんでね、お金欲しいんで、あ、パチーが欲しいんで頑張ります。描いた夢とここにある今、二つの景色見比べても形を変えて、ここにあるのは確かな一つの目。 100m 発砲終わりました。お疲れ様です。痩せます、頑張ってこの調子痩せます。ありがとうございました。さあ断食2日目スタートですね。昨日マジ夜全然寝れへんかったな、腹減りすぎて。で今日は朝からちょっと現場に行ってきます。ほんまは運動したらダメなんですけど、結構激しい運動したらダメみたいな書いてるんですけど、僕は痩せるために運動します。はい、コースドリンクだけで2日目も頑張ります。ダウン来てウォーキングしてたら、同期のうさぎわさびの大島くんと出会いました。頭がおかしいです彼は。
頑張って痩せるんでね。はい。飯の誘発だけは勘弁してください。普通にさ、今、はい、昼ですね。ここから予定もないからさ、はい、ちょっと一杯いかない。ダメです。ダメです、ダメです。頑張って痩せるんで。餃子と。行きたいね。あそこ行きたかったけどダメです。行きましょう。ダメです。すみません。お願いします。ただいまファスティング3日目です。何も食ってないです。今パパッチ軍団で会議してます。いい動画作るために会議中です。頑張ります。3日目の夜は KJ とポピンマンとサウナ行きました。ここから絞ります。ちょ、誘発やめて。飯の誘発やめて。お前好きやな。さあ断食4日目ですね。今日は朝から野球です。もっと絞りたいと思います。お願いします。さあ断食4日目ですね。もう腹全然減ってないですね。もうめっめっちゃなんか爽やか、めっちゃ気分がいいって感じです。朝から現場行って働いてきます。ただいま現場終わったんですけども、ぶっ倒れました。ぶっ倒れたね。力入った瞬間ね、景色が真っ白になって、いやちょっとやばかったマジで。いやだからね、ちょっと悔しいけど5日目でもう断食は終了したいと思います。あと1日ね、頑張ればね、いけたんやけど、もうちょっとこれぶっ倒れるわ。マジで。もう力入らへん、ほんまに。なんでね、帰ってちょっと準備食食いたいなと思います。じゃあ準備食じゃあ、回復食や。もうほら、やばい。頭回ってないから。顔白すぎやろ、ほんで。顔色悪すぎ、マジで。いや、悔しいけど。一応ね、ちょっと体重は測っといて、68.8 でした。68.8 で回復食食うんで、まぁ、ちょっと増えるかなって感じですね。はい、ちょっともう疲れたんで。とりあえずね、悔しいけど終わりたいと思います。お疲れ様。さあとりあえず帰ってきて体重測りたいと思います。いやしんどかった、めっちゃしんどかった。何倍やろ。69キロフィニッシュね。ってことは何ぼ。 72.6 やから 3.6 落ちたね。 3.6 頑張ってよマジで。さあ体はもうこんな感じっすね。ちょっとね、最初の計量っていうんかな、時にね、ちょっと一物の方があれやったんで、ちょっとズボン履きました。さあ、先した。さあどうなんやろ、これ痩せてる？どう実際？実際どうなん？俺ちょっと分からへんねんけど、まだ出てるで腹、普通に。とりあえず測っていこうか。はい、腹の方が81やね。81どう？これ痩せてるのかな？ちょっと分からへんけど、多分痩せてるっしょ。で、胸の方が93。どう？ 93。多分痩せてるっしょ、これも。で、こっからもう筋トレや、マジで。筋トレしかないわ。まあ、3キロ落ちたからな、普通に。1週間で3キロ落ちたから。まあ、A4 ちゃん実際。顔の方はどうやろ、これ顔の方。これどう、顔の方。これどうかな、どうやろ。どうこれ、変わってる。どうこれ、変わってる、マジで。ちょっと分からへんねんけど、俺。まあ、顔は正味、なんか、むくみちょっと取れたみたいな。やつれてるって感じやな、俺の中では。でもね、肌がね、めっちゃなんか肌荒れせんくなった。マジで。もうこの汚い毛穴開きまくりの、もうなんやろ。スポンジボブみたいな肌はね、もう医療に頼るしかないわ。無理や、これは。はい、とりあえずね、回復食も送っていきます。皆さんね、マジで断食中は運動したらあかん。ほんまにあかんで、マジで。俺マジぶっ倒れたから、ほんま気をつけや。さあ、5日ぶりの食事っすね。バリ楽しみに待ってた。あと1日頑張りたかったけどな、正味言うと。いやでもね、ちょっとぶっ倒れたからさすがにもうやばいと思って。これこのまま続けたらマジで体ぶっ壊れると思って、もう1日やりたかったけどマシはない。というわけでね、スッキリ大根です。回復食1日目は。これもね、なんか食べ方があって、とりあえずね、この、汁を、煮汁かな？煮汁を 300ml ぐらい飲むねんって最初に。これぐらいかな。とりあえずいただきますね。とりあえずいただきます。やばい、どんなんなんやろ。みんなあれやで、ほんまにマジでうまい時って声出えへんねん。これガチなやつで。ちょっと待って、やばい、鳥肌立ってきた。食うわこれ。うまー。これ嘘やからね。これほんまうまないね。これマジのやつ。うまーとかやばいとか、これ嘘やから。みんなテレビとか見といて、みんな食レポとかで。うまー、これ全部嘘やから。ほんまにうまい時は、これやね。ほんまにこれやね、マジで。
で次はまた 300ml ぐらいね、梅干しを入れて飲むねんって。梅干し溶かして、この梅ね、この梅もなんかね、ええやつ買ったらマジで。さあじゃあ次は梅湯いただきますね。えぐい、これほんまにやばい。ちょっと待って、うわえぐい、あかんわこれ。梅ってこんなうまい、マジでやばい。ちょっと待って、ほんまにやばい。味あるって幸せやな。じゃあ次は大根いただきます。はいはいはい、甘すぎる大根。固形物えぐい、食べれるって幸せやなほんまに。でこの工程を3回ぐらい繰り返すらしい。で1時間とかゆっくりかけて食べんねんって。そしたらもううんぴがドバドバドバーって出てくるらしい。その腸とかにこびりついてる切ったやつがドバドバドバーって。じゃあちょっと幸せな時間をね、一人で楽しみたいと思います。はい、グッ。はい、というわけでファスティング無事終わりました。お疲れ様でした。ちょっとあのファスティング、まあ、終わってから時間経ってるけど、はい、まあ、結果から言うとあの 3.6 痩せました。最初スタートが 72.6 で69ね。あ、69まで、ね、60、ま、一番低いところ69、はいはいはい、で回復食とか食べて、うん、結局プラス1キロ72、70だった、ね、だから 2.6 やけど、はいはいはい、一番低いところ行かして、はい、それでは 3.6 にしよう。 3.6、うん、だから、まあ、1キロ1万で買い取りしてくれるみたい、ね、だから3万6000バチですわ。まあそういうことやね。はい、3万6000やから、はい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 、あのチンチロねやろうって言っててんけど、やっぱり、まあ、プロスピ YouTuber やんか、うんうんうん、あのやっぱプロスピやろうと。いやまあそうやな、もう結局そこが見たいや、プロスピ。そのでそれであのショートでさ、はいはいはい、ホームランチャレンジやってるやん、はいはい、やってますねいつも。もうだから1打席でホームラン打てるやん、はい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 、はい、ちょっとそれやりたくて。アーティストでホームラン打てたら、はいはい、1打席でね、はい、3万6000ください、僕に。あ、いいよいいよ。でそれであの打てへんかったら3万6000あげるわ。え、くれんの？それはもちろん、それはマジなやつで、マジなやつであります。え、1打席で1打席勝負ない、それはギャンブルというか。まあまあまあ、そのでも、うん、もう一つ条件あって、はいはい、中弾道でホームラン打てれば2倍の7万2000ください。全然いい。そうか、打てんが7万2000あげる。ほんまにそれ俺イージーゲームや。イージーゲームやで。イージーすぎるって。いやマジで、でもそれぐらいやらない比率かんから。ええの？全然払える、そこが不安。あ、7万2000よね。まあそれは大丈夫、いろいろ考えてる。あ、そうなんだ。あの7万2000は準備できる。準備はまあできるっちゃできる。あ、まあまあまあ、そこができるやったら俺は全然いい。ちゃんとあの後で渡す、あ、渡す、ちゃんとこれ渡すとこ、はいはい、俺もそっと渡すとことか言ったら、うん、なんか負ける手になってるけど、多分打たれへん。多分打たれへん。俺はもちろんやけど中弾道で行かして。あ、いいよ。だからもうアーティスト説明したけど、ここいりません、はいはい、正直やりません、中弾道の2倍チャレンジ。ありがとうございます。バイプッシュで。ありがとうございます。美味しい美味しい、こっちをめちゃくちゃ美味しいわ。ありがとう。ほんまにもらうで。いやほんまに、だから動画上これ証拠で。いいよマジで、そのやらせとかなしで、なんかやらせ思んないから、うん、切りつかんから。そうやな。だからそれでいこう、うん、でもう1打席もうルーム戦で勝負でいこう、はいはい、そうそう、ルーム戦勝負。スピリッツはうわどうしよう、めっちゃ迷うわ。じゃんけん勝ったら、決めていいわ。ごめん、決めていい、何でも決めていい、球場も全部決めていい。じゃあ俺は絶対中弾道コルデロでいくから、うん、コルちゃんね、コルちゃんでいくから、どうしよう、スピリッツ統一でお願いします。いい、いいよ。オッケーオッケー、じゃあそれでいきましょう。お願いします。お願いします。ちょっと本気でいくわ。7万2000かかってるんで、暑いから。ビタビタね。いや、どこがやねん。どこがビタビタやねん、マジで。ビタビタで変って。うわー、うわー、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、ちょ、もったいない、今の。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。うわー、今見るか。見るよ、今のは。おしおしおし。うわ、見るねー。おしおしおし、いいよ。ちょっともらうからな、これ絶望や。ちょっと待って、俺やばい、ガチでもらうで。まあ、もうおろしにてくる、今すぐおろしに行け。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ほんまにやばいかもしれん。で、まっかで、え、ちょっと待って、俺ピップさんにも負けて坊主して
お前にはマジで7万2000払ってファスティング頑張ったのに、うわちょっと絶望かもしれんほんまに。別に情とかないからな、もギャンブル俺だって俺が打たれとったら俺払ってるわけやしな、自分から言い出した、ね、うわちょっと待ってどうしよう、でかーでかすぎる、もうこれおよっしゃー嬉しい、うわちょ待ってほんまにやばい、まあとりあえずじゃあ板下ろしに行ってきます、お願いします。お前もう嬉しすぎて動画にも映ってないやん。そうやな、これはミスター。これはシンプルミスター。はい、KJ、KJ、はい、ガチなやつです。はい、あ、さっきのやつ？はい、ガチで。それはもう約束なんで。え、ほんまに言ってる？いいっすよ。ほんまにくれるん？ガチで、はい。数えます。一応確認する、はい。一応ね。確かに、ほんまに7万2000あります。7万2000。え、マジでマジでいいよ、マジで全然いいよ、後から返して絶対、あ、そんなダサいことせえへん、ほんまにせえへん、うん、でもあげるけども、うんうんうん、今後こういうなんかチャレンジとかあったらマジでお前ももし負けた場合はこれやで、うん、あ、そう、それはそれもちろん、これで喧嘩とかやめような、それは絶対、これマジで、これはじゃあ今回絶対もらいます、はい、全然大丈夫です、全然大丈夫です、ちょっと、いや、これはええねんけど、ちょっと待って、なんや、なんやそれ、お前ちょっとして、何が、何やその帽子のかぶり方、あ、これサップ西成